パキスタン地震2005年のパキスタン地震は同年10月8日8時50分現地時間アトックプラス5日本時間午後0時50分にパキスタン北東部とインド北部にまたがるカシミール地方で発生した地震であるマグニチュード7.6でパキスタンインド両国で死者が7万人超に達するなどの被害があった単位の死者が出るなど被害が甚大であることから パキスタン大地震、また、パキスタン北部地震と呼ばれる場合がある。なお、信号のあるカシミール地方は、当時よりパキスタンとインドの係争地であり、信号の位置は、厳密には、パキスタン・インド両国の領有権を係争している地域のうち、インパ戦争の停戦ラインのパキスタン側で、パキスタンが実行支配している地域である。その関係から、 カシミール地震と呼ばれる場合もある。アメリカ地質調査所の発表によると、この地震の発生時刻は、現地時間で2005年10月8日8時50分ごろ、震源はで、震源の深さは推定値で 26km、マグニチュードは、ユスグスモーメントマグニチュードは7.6だった。なお、ユスグス表面波マグニチュードは7.7だった。震源は、 パキスタンの首都イスラマバードから北北東約 110km 付近にあたり上記の通りインパ系層地域でパキスタンが実効支配するカシミール地方にある。この付近はパキスタンとインド北部をまたがる山岳地帯でヒマラヤ山脈の縁にあたる。インドオーストラリアプレートが北東方向に移動しながらユーラシアプレートに衝突している地帯で、 地震活動は活発な地域である。発信機構は北東南西方向に圧力軸を持つ逆断層型であった。人工衛星データや現地調査により北東南西方向に長さ 65km にわたる地表地震断層が出現したことが確認された。これはパキスタン地質調査所や産業技術総合研究所などによる 合同調査チームの報告によるもので、地表地震断層は基地の活断層にほぼ一致し、断層主要部のズレは北東側が隆起する逆断層であり、発信機構解析と矛盾しないという。また、北西部から中部にかけての約 50km の区間では逆断層成分が特に大きく上下方向の変異が最 5.5m に達したほか、水平方向の変異も大きく、 合成すると最大で約9メートルにも達する変異があったという。一方、南東部の約15キロメートルの区間では、断層のつらなりが明瞭ではないものの、数十センチメートル以の小さな右横ずれの変異があった。断層付近では、変異に伴う地割れや田畑の段差が現れたほか、バラコットでは橋桁を支える地盤と橋脚を支える。 川床の地盤のずれにより橋桁浮いて1メートルも橋脚からずれる現象が発生した。その後、気心断層はこの震源域に位置するムザハラバード断層とタンダ断層の2つの断層と特定された。人工衛星インビジットの合成開口レーダーによる地殻変動観測を解析した国土地理院の報告でも、震源を中心に北西南東方向に伸びる帯状の 地殻変動域を検出している。1メートル以上の変異があった地域は体上に約90キロメートルにわたり、ムザハラバードの北方で最大となる6メートルの流起があったと推定されている。また、これをもとに断層の滑り量は最大9メートルと算出している。発生当日の本震から11時間後にあたる19時46分に M6.3 の余震が起き、 最大予診となった。これ以降も、10月15日に M5.1、10月24日に M5.6 の予診がそれぞれ発生した。ユスグスの報告による、この地震による死者は、計8万7300人以上、負傷者は、計7万5000人以上、家を失った人は推定で約400万人である。被害が大きかったのは、パキスタン領内及び、 同国の支配地域であり、死者では98%、約8万6000人、負傷者では9割、約6万9000人を占めている。なお、国連人道問題調整事務所の2005年12月2日付の報告では、パキスタン政府が報告している死者は7万3331人、重症者は6万9392人となっている。 また、クチャの2005年10月19日付の報告によれば、被災人口は、カイバル・パクトゥンクワ州とカシミール地方のパキスタン、支配地域内で合わせて273万人と推定されている。アザド・カシミール州の州都である、ムザファラバード、人口約70万人町では、建物被害が顕著で、1万8000人が死亡した。 中でも、市街地から北にあるバンディ・ミール・ハムダニでは、ニーラム川西岸斜面の集落が軒並み倒壊したと報告されている。震源域の北西岸にある町バラコットでは、集落内に地表地震断層が出現た。丘の上にあった旧市街をはじめ多くの建物が斜面に建てられており、一部のタンク等を除いて、ほぼすべての建物が損壊し、 住民の85%にあたる1661人が死亡したほか、川沿いの平地の集落でも被害が生じた。震源断層の南東端に位置する売りでも、建物の8割が損壊する被害が出た。建物被害の特徴として、倒れるというよりも潰れたように崩壊したものが多く、ブロック済みの建物が多いことに起因していると考えられている。また、丘の頂上部に、 建物が建っている例も多く見られ、地震動が増幅されたことが被害拡大につながったという指摘がある。また犠牲者が増えた要因として、当月はラマダンであり、多くの人々が屋内にいたと推定されることも挙げられている。崖崩れや地滑りも断層付近を中心に多数発生していて、ムザハラバードの北西部では、 石灰岩の地層が高さ300メートルにわたって、地滑りを起こしてキシャンガン川の稼働を塞ぎ、一時は天然ダムを形成した。また、ムザファラバードの南東約40キロメートルにある町、ハティアンでも地滑りにより、ジェラム川の稼働が塞がれた。地滑りや落石により、山岳地帯を結ぶ道路、高速道路も含むが寸断され、数日間孤立した地域もあった。 このほか、アボッターバード、グジュランワーラー、グジュラート、イスラマバード、ラホール、ラーワルピンディなど、パキスタン北東部の多くの都市で建物被害が出た。イスラマバードでは外国人居住者が多い高層アパート2棟が崩壊死者が出た。この事故では日本人家族も被災し、不死2人が犠牲になっているが、イスラマバードの揺れは鉄筋コンクリートに対して 致命的損傷を及ぼすレベルではなく、このアパートに関しては設計、思考不良などの違法建築だった可能性が指摘されている。また、インドでも死者1350人、負傷者6266人となったほか、ジャンムーカシミール州内で32300余りの建物が損壊し、北部の広い範囲で揺れを観測した、カシミール峡谷や、 ジャンムーでは液状化現象や噴鎖が観測されている。アフガニスタンでも一人が死亡し、若干の建物被害が報告されている。被災地域は高地で冬の訪れが早く長いため、家を失った被災者の収容施設確保などの越冬支援が課題となった。OCHA の2005年12月2日付の報告書では、 越冬支援対象を35から38万人と推定している。当時の時点でパキスタン軍が約14万人を自軍キャンプに収容しており、赤十字と合わせると収容能力は20万人規模であることが報告されていい。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。